やります？今日振り返りね、やる？皆さんやりたいですか今日ね。いやー、ちょっと美馬さんどうしちゃったんですかね。なんか前回に引き続きセリーグが苦手、これまたパリーグに戻ってきたらちゃんと大丈夫？抑えてくれるの？マー君ピンポンパンポーンだって。もう、ピンポンパンポーンだって。うん。もう放送も鳴ってますが、ロッテ対巨人、6月12日、まず放送がすごい流れてますけど、6月12日14時から、ゾゾマリンスタジアム、ロッテ対巨人、11対4。負けでございます。美馬投手がね、これ3回にね、7連打を浴びてしまいまして、7点。これ3回1回、1、ワンアウトも取れなかったんで、2回、10失点。いやー、岡本選手のね、2本のホームランに、中島選手のね、ホームラン、7連打で、3回に7点が入ってしまいましたね。衝撃でしたね。僕はちょっと15時頃まで予定があったので、その後にね、一球速報を開いたんですけども、なんかの間違いかと思いました。あれ、これファームの試合だよねと思ったら、一軍の試合でしたね。うん。公式戦だったな。うん。セパ交流戦の公式戦のスコアでしたね。うん。もうその時点で10対2になってまして、振り返りやるのかって感じでしたね、今日ね。ちょっと中野さんが今日、名古屋でお仕事なんでね。ただね、それを受けて、中村俊也投手が、ロングリリーフという形で、5回1失点ですよ。で、この1失点も、ランナー貯めた後なんですけど、内野安打の間に、ね、1点入ってっていう感じでしたので、中村俊也投手はね、なんとか巨人も、坂本選手が途中で下がったりだとか、そんな中でね、移籍した、ロッテから移籍したね、勝木選手だったりが、結果欲しいっていう選手がね、巨人に並ぶ中で、この5回ね、1失点で抑えてくれたのが、だいぶ、このブルペン陣も助かりましたよね、ロッテのね。うん。その、中村俊也投手が、自身も先発やりたいっていう中で、ね、この途中登板を、ね、5回、でも途中登板で5回投げてますからね。うん。そこはね、すごいいいアピールになったんじゃないかなっていうのと、フローレス投手と横山投手も今日はね、無失点で抑えてくれましたので、うん、フローレス投手と、フローレス投手ね、ちょっとランナー出た時どうなんだみたいなのありますけど、ね、結構まとまりあるんじゃないですか。で、横山投手もね、思いっきりがいいので、解説のね、黒木さんもジョニーさんもだいぶ褒めてましたね。もうちょっととにかく今日は、いやー、美馬さん、美馬アンナの旦那様でおなじみこと、美馬学投手。いやー、ちょっとねー、10失点か。やっぱ岡本選手はね、さすがですね。やっぱり、巨人がね、もう僕がちょっと動画も上げましたけども、ね、オリックスに一勝もできずに、千葉に乗り込んで、なんとかこのカードはね、五分に戻すんだ。今日でね、五分に戻ったみたいなんですけども、その勢いでね、来てるのに、ちょっともう昨日今日もやられましたね。なんとかね、岡本選手もね、勝ちたいっていう気持ちでやっぱ打つべき人が打ってますよね。中島選手もね、打って、中地選手。あれは中地マックスじゃないですか。トム・ブラウンさんがネタで作った。中地マックスがもうホームラン打ってましたね。中島くんを5人集めて、最強の中島くん、中地マックスを作りたいんですよ。絶対にっていうね。うん。これわからない方はトム・ブラウン中地マックスで YouTube で検索してみてください。ロッテの攻撃なんですけど、でも今日、マーティン選手がね、昨日ちょっとお疲れなんじゃないかって言ってたんですけども、でもどっちの得点にもね、1回と8回に得点入ったんですけども、どっちにも絡んでくれていて、ね。そこはちょっとロッテファン、安心したロッテファンの方も多いんじゃないでしょうか。1回にね、だ3点まず取られて、で、マーティン選手、レアード選手のタイムリーでこれね、1点差までいったんですよ。ここまではね、良かったんだけどなっていう、感じですよね。この3点取られて、で、すぐさま、2点取って1点差にしたっていうのはね、すごい良かったんですけども、そこからね、ちょっと、11点取られてしまいまして、
11点まで取られてしまいまして、まあ万事休すっていう感じだったかな。で、8回に、トネ投手がね、今日は巨人は戸郷投手がね、もう前回ちょっと、なかなかね、悔しい試合だったので、オリックス戦は。もう、それでね、今日はなんとか勝ちたいってことでね、戸郷投手も気合入ってたと思うんですけども、ね、8回からトネ投手が上がりまして、トネ投手ってあんなにムチムチでした。だいぶ、お腹もちょっと出てるというか、あんなムチムチですよね。元からちょっとね、ガタイいい感じはありましたけど、ね。やっぱ、戸郷投手がね、細いの、スリムなのもあるんでね、こう、戸郷投手の後に出てくると、よりムチムチ感が増してるというか、ただね、トネ投手がね、ちょっとだいぶ苦しんでましたね。ストライクがなかなか入らないような感じででして、ボール先行で、やっぱり8回、まあ甘い球をね、マーティン選手、中村翔吾選手がもう、だいぶど真ん中入っちゃってましたからね、まあ綺麗に捉えて、2点、ロッテが返しまして、ただその後は、まあ、豊金こと、田中豊樹投手が、まあ、8回、その後、火消しプラス9回も抑えまして、まあ、巨人の勝利っていう、まあ、もうこの3回のね、7連打が、すごい、もう、7連打で、7点入れたっていう。いやー、巨人、もう、参りました、ジャイアンツ、本当に。ね。まあ、明日は、小島投手とね、帰ってきたエース、菅野投手。うん。6月13日、日曜日、明日も14時から、ZOZO マリンスタジアム。あ、明日はね、この、千葉ユニですよ。この赤いユニフォームなんでね。皆さんぜひ、間違えないようにしてくださいね。オールフォー千葉のユニフォームで戦うそうなので。いやー、マー君、どうですか？ね。ショックだよね。うん。いやー、戸郷投手もね、しっかりしてますよ。本当に最後ね、ヒーローインタビュー答えた後もこう、6勝目、今日6勝目だったんでね。ちゃんとこの、スポーツ紙の素材になるね。この、ヤフーニュースにもなるこの、6勝目しましたっていうね。この笑顔で対応してましたね。もう戸郷投手はちゃんとこのそういう、なんだろう、素材もね、渡すところがいいですね。あと最後横山投手とね、佐藤選手が、まあ、9回を抑えて、その後こう、吉井コーチとすぐになんか話してたのもすごい、微笑ましかったですね。いやー、三馬投手でも、ね、交流戦はね、もう終わりなんで、まあ、セリーグの、ね、選手たちが得意だったっていうことで、まあ、パリーグに戻ったら、またね、いつもの、パリーグ公式戦に戻ったら、ね、いつものいいピッチングを見せてくれることを期待しましょう。ね。とりあえず今日は、ジャイアンツ参りました。ということで、岡本総選手、中島選手、ナイスホームランでした。ね。いやー、悔しいですね。明日、ちょっと大島投手なんとか、ね、相手は、菅野投手ですけども、なんとか、ロッテ打線も、ちょっと援護、よろしくお願いしますよ。ちょっとこのままではね、交流戦終われないんでね、うん。ジャイアンツファンの皆様、セリーグファンの皆様、どうも、中野とピロより、千葉ロッテマリーズ応援チャンネルと言いまして、ロッテの応援をするチャンネルをやっております。ロッテファンと、ね、プロ野球ファンの方、楽しめる動画いっぱい上げてますので、ぜひ、よろしかったら、チャンネル登録、そして高評価、お願いします。他の動画もぜひ、楽しんで見てみてください。いやー、明日勝ってくれ！マジで！では、明日、小島投手、ね、巨人打線強力ですが、なんとか、ちょっと勢い、抑えてください。よろしくお願いします。では、また明日。明日は、チワユニですからね、皆さん。間違えないように。中野とびろい、千葉ロッテマリーズ応援チャンネルでした。バイバイ。うん。